大島です。モチです。はい、ということで本日2人でやっていくゲームはこちら。ヤミさんここはい、いや、ちゃんと言おう。何ですか。何やるか多分誰も分かんなかった。多分本当ですか。この距離でギリギリだったから。すいません、失礼しました。うん、いける。ヤミさん確信犯だよね。すな、そんなこと。何をしてんねん、それ。さあさあさあ。極み三国ですよ。ね。これは本当に顔真っ赤になりますよ。顔真っ赤になるんでね。極み三国ですから。はい。極み三国です。本日青和タウンで。青和タウンで。それでちょっと。ね、やっていくんですけども。はい、ごめんなさい、ちょうどあれ？愛犬の。あれ、西郷隆盛引いたの。いや、違う。確かにこのロケーションでは高森感すごいですけども。あ、違う、違います。これは愛犬の一休とちょっと戯れてた。愛犬の一休、一休とちょっとオフシーズンなんで一休と、ね、戯れてたんですけども、まあ束の間のね、はい、休息ですか、やってたんですけれども、はいはい、どうでしょう。まあ僕も資源回復何度かお耳して、レベル78まで来ましたけれども、行きましたね。ちょっと最近なんか資源回復バブルが起こってたような気がするんですけど、ほら今も出てるんですけどね。本当だ、俺だから2回ぐらい僕できて。あ、そうなんだ。ただもうレベルを上げれないんですよ。もうそうだよね、70からもう上げれないんですよ。素材がまあ足りないよね、はい、あ、これ今1個上げれた。これほんと素材が足らなくて。うわ、巨匠育ててるの青アジだけだよ。何この世で。いやいやいや、強いっすから。こいつもそいつは猛角ね。はい、あ、いいじゃないですか。こいつも強いんですけど、僕もまずはこの限定武将、お、まずこれ、はい、行きたかったんで、ちょっと行きましょう。行っちゃいましょうよ。はい、行きましょう。武将撃破。ないよ。勝手にやらないで。やっちゃなかったんだけど、こんなの。お、来たよ、いきなり。お、見れ、来てるよさ。すごいすごい。来てるよ。おお。100。すげえ。どうした。え？オッケー。こんな出る？相当溜まりましたよ、これ。タップして、その。100。でもまあまあ溜まってるんですよ。少なーとも言えなかったでしょ。少なーとも言えないわ。リアクションとして10分の1ぐらいあった。はい、こいつも28。なるほど。よしよしよし、こうやって貯めていこうというわけでございますわね。あれ、何ですか。無双彫像に赤ついてる。いや、そうですよ。あれ、俺には何もなかった無双彫像。これはお前は作れるぞってことでしょ、これ。え、どれどれどれ。ほら、でも上見てください。なんかわからないナタのようなものが7です。これが多分素材なんですよね。え、どれが触れんの。1回できるってことか。あ、7回。そっか、できんだよ。じゃあ多分ちょっと行ってみて。チューズ。あ、もうでもなんかいっぱい手に入った。本当だ、何これ。見たことのない効果。あ、なるほど。それは、あ、で、あと2回できますよね。おーおお。はあ、まあなんかいっぱいもらえますけれども。いっぱいもらえるね。武将がもらえるとかそういうことではないのかな。これは本当にこれ何ですか。これを作ることに。あ、アイテムがいいのかな。ちょっと待って、何ですか。色が変わってる、ほら。本当だ、ハイウエストになってる。あ、ってことはこの無双金像育てると金色なんですかね。金色武将出るってこと。いや違います、こいつ自体が金色になるんじゃないですか。金色になってどう、何。いや、オブジェとして派手っていうことじゃないですか。そうなのかな。相当謎が深い。謎が深いっすね。謎が深い。あとね、大島さんのはどうなってるか分かんないんですけど、うん、この経験値あるじゃないですか、はいはいはい、300じゃないですか、うんうんうん、もらうと、え、なんかプラス 160%、ね、なんでなんでなんで。もう分かんないんですよ、これは。なんでなんかいっぱいくれるんですよ、今。なんでなんでそんな、なんでそんな上乗せされるの。もうわかんないですよ。僕も気づいたら。すごっ。え、嘘。そうなんですよ。すごっ。なんなんですかね、もうもうレベル上がんないでしょっていうことで運営側が救済措置なのかな。救済処置でやってくれてるのかもしれないですね。なるほどね。武将巡礼もちょっと1個引けるんで1個引きましょうよ。宝箱も引けたんじゃない、多分。いや、宝箱はね、
あ、これが2か2は微妙か。これは何も出ないですよね。もう引いたの今。はい、あの無料のやつ。無料のやつね、はい、こんなもんですよね。あ、それ貯めとこうよ。はい、うん、で、あともう一個謎なのが僕の画面には出てるんですが、うん、なんだ、製図。製図、軍団の横ですね、左隣。お、星の図と書いて製図。製図、これ何、俺これも僕もこの配信のために何にも調べてないんですが、はい、うん、裏ん、せ、本当に意味わかんないんですよ。まあ、ちょっと赤押してみようよ、じゃあ、はい。あ、でもなんかさっき480個手に入った、こいつ。そうだよね。僕、なぜか5万5000持ってるんで。キャラでも選べますよ。なるほど。なんか強くしたいやつ。でもやっぱこいつでいってみます。なるほどね。うん。お、もう自動しかないですよね。やってみようよ。え？え、これなんか怒ってます？何何何？何が？ちょっと分かんない。何かが怒って、ちょっと分かんないな。ここがほぼ満タンになります。え、でこれを製造チェックしてみますね。ちょっとチェックしてみるよ。製造チェックって何ですか？あの音めちゃくちゃ気持ち心地よかったけどね。お、でもハグ。あ、なんか進みましたね。部局まで来ました。うん、もう一回行ってみますね。もう一回行ってみようか。で。自動、うん、なんていうんですかね。先生っていうのかな。先生、うん、この音を楽しむやつポロポロ聞くのがポロポロ聞くとか。いやいや、まだあるからね、その可能性も、はい、うん、で、これで製造チェック。製造チェック、あ、ちょっとダメか。いや、何、あれ押せないの。それ押せないの。押せます。押してみて。いや、押して今この切り替わるだけです。 なるほど。まあ、どんどん任意の投球の湾岸部局をはめ込む。はめ込む、はめ込む、え、はめ込む、出た。なるほど。あ、はめ込み、はめ込み、押せますよ。はめ込む、はめ込む、はめ込みます。うん、成功。はめ込みが取り外せ。いや、いいんじゃない。もう意味は分かんないけど、行ってみよう。おお、なんか上がったぞ。総戦力が上がりましたね。はい、あ、ここにはめ込まれてる。はめ込まれてる。じゃあそのハグもはめ込もうよ。そのはめ込もうよ。どれがいいですかね。やっぱ金の方がいいか。金がいいんじゃない。はめ込み。戦力、うん。おお、めちゃくちゃ上がった。おお。で、次またレベルっていうところ。レベルも上げれる。いいんじゃない。はあ、ひたすら総戦力が上がっていきますね。あ、材料が不足してる。なるほど、はい、というわけなんですけども、まあ、こういうふうにいろんなやり方で武将を強化できるっていう、はい、そうですね、ことですよね。なるほどね。次は交換ですね。交換、あ、交換した、交換したんだ。でレベルが上げれた、はい。というわけなんですけども、え、それ各武将でいけるってことだよね、多分。そうですね。いや、だからこんなの、いや、すごいな。いや、だからどんどん育てるやつを絞っていかないと。そうだね、素材も足りなくなるし。足りなくなるし。でもすごいじゃん、もう戦力100万超えてるもん。100万超えてきましたね。いや、いいと思う。で、こいつもあの昇格できるんですよ。いいじゃないですか。あ、それ金、あ、次で金か。次で金ですよね。あと、あ、でも、まあ、お、いける、いけんじゃん。うわ、よっしゃー、いいなー、すげー、うわ、こいつ強いぞ。やった、金が4つ。めっちゃいいじゃん。いいなぁ。ただもうレベルはもう一切上げれないですけどね。いや、それも地道な。ここで止まってるかなっていう感じなんですが。はい、なんか進めますか？はい。うん、何行きます？挑戦。まあ僕も新ステージ行ってみましょうか。行ってみましょう。ちょっと。でもちょっと戦力がね、だいぶ追いついてきて、ね。追いついてきてて。地獄行きますか。なるほど、はい、行ってみましょう。あ、ここ倒すと本当はこのかけらもらえるぞ。よし、のかけら、いいですね。いつものメンツで行かせてもらいます、うん、いやー、地獄もね、うん、うん、ちょっとほんとさっきの謎だったな、ね、夕方いいね。やっぱ背景も綺麗ですわ。何がいいね、赤い星が欲しいな。いつ手に入るんだろう。やっぱもう、やっぱダイヤ貯めないこと、やっぱガチャ引かないことにはとりあえずね、うん、今回この動画がチャプター14なんですよ、武将、はいはい、あの、うん、池上さんが、うん、なんで、まあ800いく頃には
言ったら思ってんじゃないですか。チャプター800。チャプター800。それ目標にしましょうよ。800までに。赤色部署手に入れる。はい、その800までにっていうのもいるんだ、それ。赤色部署手に入れようじゃなくて。はい、さあ、立て男。立て男です。スザク。こいつスザク一番似合いますよね。確かに。買ってるっぽいわ。はい。うん。わ、やばい。動き取れない。わ、結構強いんじゃない？行かれてるね。69%。やっ。お、はまった。来た。完全に背を取ってるよ。いけ。だってこれ出してるもんね、スザクを。なんだ。ねえ。うん、やっぱこの。やっこ強いっすよ。やっこもね、かっこいいよね。やっぱ敵ジェット強いな。ちょっと強いよ。ニオキが取れてないよ。お、よし、この跳ね上げると強いっすよね。そうだよね。あとはもう殴り放題。よしよし来たぞ。いけ。いけるか。お、よいしょー。よいしょー。漏れ出てたね。漏れ出てました、やっぱり。漏れ出るパターンもありますから。うん、さあ、いろんなパターンをね、楽しんでいただいて。いいじゃないですか。うん。20。よっしゃ。いいね。で、結構、うん、ログインしたら絶対やるやつあるんですよ、僕。はい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 。イベントで。イベントというか、この、何でしたっけ？何それ？これっすね。やってません？あら、ああ。これで、紫武将4つ手に入るんですよ。なるほど。ただ、レベルが上がってくると、うん、むずいっす。勝てなかったりします。ちょっとやってみてよ。はい。ちょっとマッチング中で、他のみんなと、マルチしながらやるんですけども。なるほどね。はい。結構時間かかりますね、はい、マッチングも。困難。かけらが4。あ、これでやっぱ大凶が結構集まったみたいな感じ、ね、はい、そうですね。ああ、なるほどね。あと、大島さんのこの、うん、自分使ってない時もずっとこのログイン状態にして、報酬稼ぐやり方、僕もやります。言わなくていいんだよ。ダイヤもらえますもんね。さあ、もうどれが敵か分かんないね。でもゲージがね、18ぐらいあって。本当は17。うわ、結構やばいじゃん。やばいんすよ。ユッキーさんがもうやられそうで。敵どれ？加工。加工。加工っす。加工。加工。やばい、ユッキーさんがやられた。あと2人。ああ、あと半分。あ、これがね、なんか勝てなくなってくるんですよ、こんなん。やばいね。やべえ。あ、もうめちゃくちゃやられてるわ。すげえ。ただガルシアさんがめちゃくちゃ残ってる。ガルシアさん行ってくれ。うん。うわ、やばいな。あと17。やばい。やばいよ。使ってとにかく。やばい。ガルシアさん。あー、3パー。あー。ガルシアさん。あとはガルシアさん頼み。やばい。あー、ガルシアさん、ちょっとその辺で戦ってもらってもいいですか？見えなくなっちゃうんで、ガルシアさん。あー、もうダメだ。ガルシアさん！いや、だってまだ10ゲージありますから。強っ。これどうなってんの、これ。これ、必殺技みたいなの使ってるんですよ。これね、勝てなくなってきますよ。やってみてください。ちょっとやってみよう、俺も。うわ、敗北。全然だったよね。ねえ、普通は結構勝てたりするんですけど、困難がね、困難が強くなってきて。はあ、はい。最後に、軍団、うん、軍団。そろそろ自分の軍団。うん。アババ軍団、うん、極みアババ軍団、うん、アババ会、いや、うん。アバワ組もういいのよ、そこじゃないのよ。ちょっと作っていきたいなと思うんですけども。あ、そう、もう俺は入んないけどね、別に。アバワ軍団ですか？すでにもう入ってるようなもんじゃないですか。ねえ、入ってるようなもんじゃない。いや、だからこれ見てる人と、もしね、軍団入れるんだったらね、はい、俺らが軍団を。あ、そうですよね。作って入っていただければみたいな。で、おそらく僕、うん、何らかの軍団に入ってるんだと思うんですよ。よくわかんないですけど。極みアバワあったよ、今ね。え、あ、メンバーって、メンバー中にどなたかのやつに最初入ったんですよ、多分、うんうん、報酬目当てで、はいはいはい、でもちょっと僕も立派になってきたんで、そろそろのれん分けしたいなと、うん、で、上にこの軍団から脱退というのがありまして、あ、まあなんか脱退しちゃうと、うん、次軍団作るまでちょっと時間かかるのか。なるほど。あ、設立ありますね、はい、お、審査必要じゃん。うわ、通るかね、これ。え、ど、あと、むちゃくちゃダイヤいるじゃないですか。おい。
ダニアいいのかい。おい、この教会どうなってんだよ。いや、そりゃそうでしょ。軍団を自分まとめてる教会よ。じゃあ自分店出す金のためかよ。なんだよこれ。いや、自分店出すときだって金いるでしょ。なんでだよ。え、そりゃいるよ。テナントいるって。そのビルに金払うのと一緒っすか。ただで金をそんなできるわけないじゃん。当たり前でしょうよ。お金ないよこれ。ちょっとクラウドファンディングしてダニア集めないと。ちょっと皆さん軍団アワーは作りたいんで、ね、ちょっとね、はい、ぜひとも次回までダイヤ貯めて、そうね、作りたいと思いますんで、そうしましょう、お願いいたします。はい、ということで高評価、はい、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございます。また明日見てね。バイバイ。